これはタマンという魚を守るパトロール活動。タマンは沖縄県の方言で、和名では浜笛吹き台。沖縄では刺身やバター焼きなどで食されている大人気の魚。そんなタマンだが、かつては危機に瀕していた。沖縄本島北部の今帰仁と羽地では、小さなタマンを取りすぎてかなり魚がタマンが減ってきているっていうのがあったんですよ。タマンの資源量が減少してしまったのだ。その原因は赤土の流出や開発行為による環境の悪化、また小さな魚を取りすぎていることなどが考えられるという。そこで対策の一つとして行われたのが、小さな魚が集まる場所を全面禁漁の保護区にして取らないようにしました。2000年から北部の今帰仁や羽地海域にタマン保護区を作成。毎年8月から11月まで全ての漁法を禁止にし、週1回パトロール活動なども行っている。その結果、1999年以前は資源量がおよそ15トンだったのが、近年では3割ほど増加、漁獲量も安定してきているという。こういった長年の活動が認められ、環境大臣賞まで受賞したのだ。引き続きこのタマンの保護は続けて いきながら、他の魚種についてもやっぱり資源回復が必要な魚種もありますので、そこを今後検討していきたいなというふうに考えております。沖縄の海は海を思う人たちの長年の奮闘によって支えられていた。